いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでタイガーエイトさんですね。はい、リーフのヒーローズ、あ、こっちでね、ヒーローズオブレスリング、こちらを5箱ですね。はい、非常に面白いです。店長もそんなにがっつり詳しくはないんですけど、プロレスは。いや、でもやっぱり楽しいですね。お名前をやや知ってる程度の方も多いですけど、うん、まあ見てたのがやっぱり小学校とかね、低学年とかそのあたりでしたから、小学校低学年、小学校ね、店長2年生3年生くらいの時は、まあプロレスか、まあ、西武ライオンズかね、それかマイケル・ジャクソンかでしたからで、初めて買った CD はマイケル・ジャクソンです、はい、いきます。はい、サイン後ろです。青パラですね。で、1から10のレギュラーはあのどのボックスも一緒です。色がね、パラレルになってるかどうかっていう。でいきます、せーの。はい、フィリップ・ゴードンさんですね。はい、うん、パッと見、遠くから見たらちょっと大谷選手のサインっぽいよでも他のメーカーでサインカードってあまり見たことないですね、やっぱり。まあそういうところを攻めてるのかどうなのかちょっと分かりませんけど、うん、ね、箱に戻すので、戻して、あ、いいか、最後リキャップで、はい、ちょっと箱は下に置きます。はい、2つ目サインは後ろですね。レギュラーはグリーンのセットで、下はゴールドかな、せーの。あ、サインカードないよね。あ、他ありました？レイ・フェニックスさんって見たことない、見たことないですね。おー、結構どうなんですかね、メキシコのレスラーとかその辺も、まあ結構ファン多いじゃないですか。おー、いいっすね。サインカード、サイン自体初めて見たかもね。で、昨日 PB、 今日もワンケース PB してますけど見てないっす。うん、まあ多分全てがノンシリでしょうから、あとでショートプリントとか公表される可能性があるかもしれないですけど、どうですかね。はい、レギュラーは白なんですね、セット。これが多分ノーマルのセットなのかな。で、下は赤、せーの。あ、パガーナさんね。はい、もうキャラ勝ちですちょっとアスカさんも今ね、こうお顔をメイクしてね、やってますけどね、うん、よいしょ、はい、4つ目です。サイン後ろですね。はい、レギュラーはゴールドのセットかな。はい、で、せーの。ディロブラウンも見てない、初めて見た。あー、やっぱりなんか、なんでしょうね、この製品の深さを感じます。もうどこまでも開け続けたくなっちゃうような。いや、いいっすね。うん、はい、4つ目で、ラスト、ちょっとね、日本人選手出てないから1枚ぐらい出したいですね。レギュラー白ですね。じゃあ行きます。せーの。あー、デッドデベス来た。はい。昨日一回見ましたけどね。いいっすね。丁寧に書いてます。ドルもついてます。はい。ね。いやー、この辺がこう、普通に出てくれると。まあやっぱり5箱ぐらい開けると、こうお二人ぐらいは、店長もプロレスはかじったぐらいですけどね、全然
おーっていうメンバーはこう弾けるようなイメージな感じですよね。うん、はい。まあトップスさんとかはまあまあパニーニさんも今年出してますけど、まあ、その辺でもこうね、この辺りは全然入ってないイメージですから。うん。いいですね。うん、はい。レイ様、うん。レイ・フェニックス様、サイン見たことない。ね。はい。昨日見てないの3名。5枚中2枚見てないのかな。ですね。で、まあ、サインカードのこのパラレルは、まあ約 50% くらいが白かなと。で、色付けはまあ各20% くらいずつみたいな、25% ずつみたいな。そんなイメージですかね。うん。まあ、どれが少ないかとか全然わからないので。はい。ということでね、こちらで今日発送いたします。はい。で、またぜひね、チャレンジしてください。ありがとうございました。